作品13は、セルゲイ・プロコフィエフが作曲した一幕構成のオペラ。彼は、マグダ・グスタ・ボボラ・リーベイ・オルラブによる同盟の戯曲を、下敷きに、リブレットも、自ら書き下ろしている。この戯曲はさらに、オスカー・ワイルドの未完の戯曲、フロレンティーヌの悲劇に基づいている。プロコフィエフは、すでに4作のオペラを書いていたが、本作がこのジャンルで、 彼が初めて作品番号を与えた作品となる。作曲は1911年の夏に進められた。この時の彼はまだ、サンクトペテルブルク音楽院の学生であり、作品は4つの場面のうちの一つがオーケストレーション、された段階で放棄された。あらすじは15世紀ベネツィアでの熾烈な恋の三角関係をめぐるものである。プロコフィエフは自助伝の中で、争い、愛、 配信、殺人にあふれた筋書きであったと書いており、リーベンダンシャクが劇制作の才能よりも見た目の魅力が勝る人物であったと付け加えている。作曲から初演まで70年待つことになった。プロコフィエフは音楽院での上演の手はずが整うことを期待しつつ、1912年に本作のオーケストレーションを開始した。彼からピアノフを見せられたニコライ・ミスコフスキーは、 音楽は時にそのものうげな力に驚くべきものを見せ、プロコフィエフの気象の爆発的な質には驚愕させられると述べている。音楽院はこのオペラの上演を拒否しており、作曲者によれば理由は音楽に何らかの難しさがあったからというより、むしろリブレットに象徴主義の詩人であるコンスタンチン、バリモントの含みが多すぎたからであったという。1913年に、 劇場上演できるという望みを持ち、プロコフィエフは音楽を改訂して、その第二版をミャスコフスキーに検定した。しかしこの上演計画は流れてしまい、さらに1916年のモスクワ上演も取りやめとなってしまった。プロコフィエフは1918年にロシアを離れる際に走行をモスクワに所在する彼の出版社のもとに残している。以降この作品は、 1924年に、ミアスコフスキーがパリにいるプロコフィエフに手紙で尋ねるも、彼の頭の隅に追いやられてしまっていた。ただし、これがきっかけとなり1927年に、3つのオレンジへの恋のモスクワ上演を聞きに、ロシアを訪れた際に、彼が送付を元に集め直すことにつながったのかもしれない。プロコフィエフが1936年に、 ロシアへの完全帰国を果たした折に、今度は、送付は、パリに置き去りにされている。最終的に1960年、ロンドンのブージーホークス社に見出された。総工の合法的所有者となっていた、プロコフィエフの元妻、リーナ・プロコフィエフは、イギリスの音楽家である、エドワード・ダウンズに演奏可能なバンの作成を依頼した。これは、元来1980年に、 セントルイス歌劇場で上演されているはずであったが、契約上の書問題により、BBC ラジオ3でジルゴメスをタイトルロールに据えたスタジオ録音での初演が1979年3月25日に放送された後、舞台初演は1981年11月28日に、オーストリアのグラーツ歌劇場においてダウンズの指揮により行われた。アメリカ初演は、 ダウンズ構成版を用いて、1982年6月9日に、ブルース・ファーデンの式で、セントルイス会社によって行われた。マッタレーナは、芸術家のジェナーロと結婚していたが、変装して、夫の友人で、錬金術師のステーニオと関係を持つ。ステーニオは、ジェラーノに自分を誘惑した神秘的な女性のことを、話すが、そこで、マッタレーナが、自分の情婦であったと気づく。 はじめ、二人の男は、マッタレーナに食ってかかるが、彼女に促されて、両者決闘となる。ジェラーロはステイニオを殺害するが、その過程で自らも傷を負ってしまう。彼は死に際して、マッタレーナにも自害するよう誘う。しかし、彼女はもし二人のうちどちらかの遺体を本当に愛して、いたのであればどちらであったろうと思案する。そして窓に駆け寄って、助けを求める。 見知らぬ人が夫を殺したのだと言いながら、1979年のラジオタイムズでリタ・マカリスターは本作を重要な上演の価値ある作品と表し、リヒャルト・シュトラウス風の特質を称賛している。一方で評論家のジェフリー・ジョゼフは次のように書いている。語るべき筋書きがほとんどないこれは20歳としては最上の出来の作品である。 が、新生に数々の効果を加えることで出来上がったものであり、従いどちらかといえば不愉快な物語である。ありがとうございます。